1991年サンマリノグランプリは、1991年 F1 世界選手権第3戦として、1991年4月28日にアウトドローもエンツ・エディのフェラーリで開催された。スタート時には雨が降っており、フェラーリのアラン・プロストがフォーメーションラップ中濡れた路面に足を取られてスピン、そのままエンジンが停止してスタートできなくなる。 信じられないようなアクシデントが発生した。スタート後に、ウィリアムズ・ルノーのリカルド・パトレーゼがトップに立ち、その後マクラーレン・ホンダのアイルトン・セナと、ティレル・ホンダのステファノ・モデナが続く展開となった。その後スタートを失敗し中断に落ちた、ウィリアムズ・ルノーのナイジェル・マンセルが、マーティン・ブランドルと接触しスピンしてリタヤ、またベネトン・フォードのネルソン・ピケも同じく、コースアウトして、 グラベルにはまりリタイアした。さらに2周目に、ゲルハルトベルガーに抜かれ4位に落ちたモデナを、フェラーリのジャンアレジも抜きにかかったが、そのまま、オーバースピードで、コースアウトし、グラベルにはまりリタイアし、地元のフェラーリが2台とも、レース序盤に姿を消すという波乱のレース展開となった。その後雨のレースを得意とする、ティレルホンダの中島悟が、前を行く。 ミナルにフェラーリのジャンニ・モルビデリとピエル・ルイジ・マルティニを抜きパトレーゼ・セナ・ベルガー・モデナ・中島というフォーメーションでレースが展開すると思われたが15周目に中島がギアボックスのトラブルでリタイアしその2周後にはパトレーゼもエンジントラブルでリタイアしたパトレーゼのリタイアによりセナ・ベルガー・モデナというホンダエンジン勢での表彰台独占が期待されたものの 41周目には、モデナが中島と同じくギアボックスのトラブルでリタイア、してしまう。セナとベルガーは、乾燥扱いがわずか11台という、荒れたレースを、トラブルもなく、走り切り、1位と2位でゴールした。3位には、中島とモデナのリタイアに助けられる形で、スクーデリアイタリアジャットの JJ レートが入った。なお JJ レートにとっては、初めての表彰台となった。 4位には、ミナルディのマルティニが入り、5位と6位に、ロータスジャットのミカハッキネンとジュリアン・ウェイリーが入った。ありがとうございます。